池田です。今日は仕事が中止になって暇なので動画を撮ってます。ちょっと初めての試みでおやつのレビューをしたいと思います。これです。ピリ辛ピーナッツっていうやつで、業務スーパー、京都の北山より向こうの、北山かあれ。ちょっと向こうに業務スーパーがあって、そこがリニューアルして そこで見つけたんですけど、ピリ辛ピーナッツっていうこのやつです。こういう山椒入りって書いてるんですよ。これが、今裏初めて見たんですけど、強烈な味がするんですよね ただ辛いだけじゃないんですよ。たまにあるその山椒って書いてる、多分普通の山椒じゃなくて、中国のホワジャオっていう山椒なんですよね。日本のやつじゃなくて、これが口の中がもうめちゃくちゃしびれるので、なんかもううわーってなるんですよね、口の中が。これが強烈で、今さっきちょっと食べただけなんですけど、次もう一回口に入れるのがちょっと 躊躇するぐらい激しい状態が口の中に起こるっていう感じです。美味しいか美味しくないかって言われると、このピーナッツの潜在能力があるので、そういうパワーはありますけど、なんというか新しい味、新しい感覚っていう感じですね なんか口がこういう状態になったことがないっていう新しい 状態を楽しみます。この口の中で、なんじゃこれっていう、そういうおやつです。なんか辛いとかだけじゃなくて、もっと激しい何かがこう口の中で爆発するっていう感じの 味です。味というのか体験 ができます、これを食べると。っていうみたいな、これ初めて発見したので、初めて発見して初めて体験した感じになったので、面白いかなと思ってそれを紹介したいと思いました。ピリ辛ピーナッツ、業務スーパーっていうスーパー、多分関西の方にしかないのかな。めちゃくちゃ安いんですよね。地域最安値みたいな そのスーパーがあるんですけど、そこに売ってます。そこでしか見かけないんですよね。業務スーパーってもう安いからいいっていうのもあるんですけど、安さの良さっていうのもあるんですけど、なんかセレクションが独自というか なくなるんですよね、人気なかったら。しかもだから、なんというか、普通のスーパーはなんかすごい人気のあるようなゾーンのものを、だからなんかあんまり、なんていうか、そのどこのスーパーもおおむね置いてるものっていうのは一緒で、独自色があんまり出てないんですけど、業務スーパーはなんかこういう 変な独自路線っていうか、こう気取ってないというか、なんていうか、こう安さっていうか、多分そのあれがあるんでしょうね、このラインが。それよりお金はかけられないけど面白いようなものを探してこいみたいな、それで多分これがどっかから見つけ出されたんだと、か営業しに来たのかな。すごい味なので ボークンハバネロっていうお菓子があるんですけど、
それの衝撃、食べた時の衝撃みたいな、あれは辛さオンリーなんですけど、それに匹敵するような、なんか爆発力がある味です。これが流行るかどうかはわからないです。これが流行らなくてなくなってしまうっていうのは嫌やなとも思いますね。なんか業務スーパーちょっとサイクル早いんですよね。なんか変なやつというか人気なやつってちょっと消えてしまうので、っていう話でした。このピリ辛ピーナッツのお酒のおつまみ、おやつなどにって書いてますけど 唐辛子と山椒の辛さが癖になるピリ辛ピーナッツですって書いてます。中に入っている赤唐辛子、山椒は特に辛いです。辛いものが苦手な方は赤唐辛子や山椒を除いて召し上がりください。そう、この赤唐辛子とか山椒を食べると口の中爆発するんですよね 残った赤唐辛子、山椒は麻婆豆腐や担々麺などの料理にも、いやー、なんかもったいないな、料理。いや、これ安い。これで、多分89円か79円コーナーに置いてあったんですよね。すごいのを探してくるなっていう、なんか、お金払えば面白いものっていくらでも見つかるんですけど、低予算で面白いものを探してくるっていうのが、業務スーパーのいいところなんじゃないかなっていうふうに思いました。これが最初は何ともないんですけどっていうやつです。変なものが好きな人はにはおすすめです。以上、お菓子のレビュー、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。